なんかでっかいのもらった。これただのハンマーかな。なんか楽しいね、すごく。目覚めた、ボルハンマー。攻撃40になったけど、農業のハンマーをなんとか改良したもの。俺は戦うために生まれた。かっこいいな。なんかもらえた。なんかだんだん良くなっとるような気がする。まあ一旦リセットするけどね、29。そこまで強くないな。例えばこの木のやつって3つで壊れるでしょ。ちょっとわかりやすく説明してる感じですね。で、これ、例えば2回でやります。まあ石も同様にできます。あと1回叩くと壊れます。で、このドラゴンの上にいるんだけど、ちょっと要の注意してね。で、これ1回戻ります、リグバースに。ちょっとロード時間、パッケージ版だからかかっちゃうんだけど、で、入り直します。すると、先ほどのやつ、これ、もう2回叩いてるんだけど、ほら、また叩けるようになってます。で、これで戻るを繰り返したら、何回でも無限回収ができるようになっております。これ今3回でも壊れるやつなんだけど、なんか、いっぱい叩けるやつ、石とか、木とか、いっぱい全てやったらさ、1回だけ戻って、戻るって感じですごくいいと思うのでね、おすすめします。こんにちは、チョメです。この、至高のカレー50万ゴールド、序盤で入手できる方法をちょっとやってみようと思います。あ、ちなみにね、私は正直に言うけど、他の人の動画でそれを見つけてから、それを真似するだけです。モンスターを仲間に入れたら、連れて行くってやって、連れて行く状態にしたら仲間に乗ることができます。これでちょっとやっていこう。シードマークで同行マークっていうのを装備しよう。仲良くなくても誘える。で、これエルシェさん誘おうと思ってる。ちょっと危ない危ない危ない。で、お話ししきましたって言って、L と R を押してこうやって話してると誘うことができます。一緒に冒険しよう。で、仲間になります。これでやっていこう。ちょっと HP を減らしたいから、調合とかします。こうやって減らしてやります。調合とかしてね。で、あと、もう一回やったら、多分、あれ見て、ほら、左上。あとは、まあ、ハンマーで叩いたりとかして、ちょっと減らそうかな。微調整。あと一回やったらまずいかな、まあ。注意しないといけない。あ、やばい。この回復のやつ私つけてたんだ。これ解除しないといけないですね。ピンチになったら。いや、めっちゃ回復してくれた。ありがたいんだけど。まあ、これやるときは、ここの隊員さんを解除。で、終わったらここ、解除直すのを忘れないように。援護の依頼やめる。ありがとう、ほんと。毎回助かってる。危ない。こんぐらいでいっか。危ない。怖いから、ちょっと変えとくよ。では、モッチ、仲間に乗っていくか。で、モンスターがいっぱいいるところがいいよね。あ、かわいいな、走り方とか。本当にこれで手に入るのかっていうのをやってみよう。めちゃめちゃ楽しみだな。こことか攻撃してくんのかな。ここでちょっと放置してみようか。食らっちゃうな。やばい、死んじゃう。やばい。お、こんな感じに投げてくれるんだよね、ホットケーキとか。で、しかも、何、モンスターもたくさんさ、やっとかないと。ダメだ、これ。じゃ、もうちょっと鍛えてからやる。で、自動取得にしとけば大丈夫。いや、ホットケーキが手に入ったけどね。これとかも、ほら、3120コールドで売れるから。でも結構今みたいにダメージ食らった方が投げてくれる確率上がるのかな。よし。あ、間違えた。蜂蜜あげちゃった。もうバカ。まあいっか。出ていく。拾った後すぐ A ボタン押しちゃったな。仲間に乗る。このキューちゃんと行くわ。あ、2人で乗れるんだこれ。すごいな。いただきます。やばいやばいやばい。死んじゃう死んじゃう。毒消し草は取れた。これかこれか。いただきます。治った、よかった。変なの食べてもうた。またいろいろこうやってワープとかして、カメラアングルとかも最悪だからさ。カメラアングルもなんとかせんやあかんよな。はい、ワープしてちょっとやってみようか。だからこれある程度レベルが上がってからやった方が良さそうだね。仲間に乗る。キューちゃんはどんな感じだろう。行くよ。あんまり人が、モンスターがいない、ここの方がいいかもしれんな。さあ、やってくれ。見つめ合って何もないじゃないか。攻撃してきてくれよ。あ、ここはゼロだね、ちゃんと。殴ってる。パンチングマシンみたいな感じでやってんのか。
攻撃もするんだね。だここは全然攻撃してくれんからダメだな。ありがとう。これちょっと離れてての方がいいのかもしれないな。そしたら援護射撃みたいな感じでなんかレベルアップしちゃった。ちょっといろいろ試してみるね。それじゃ一緒に攻撃しちゃうからな、近くにいたら。さあ、さっきのリベンジや。なんかキューブになったら、あ、ほらゼロになった。ただお前離れすぎや、ちょっともうちょっと来てくれ離れてたらだいぶだいぶゼロゼロゼロ。離れておいてって言ったから攻撃はしてこんけど置いとく。さあこれでどうするか、放置しと。あ、投げてくれた。やっぱり離れててっていうのはいいかもしれないね。でアイテム自動しとく。ほら思考の回もう手に入った。ほんと早いぞこれ見てこれ、1、10、100、1000、万、10万。なるほどね、仲間のやつちょっと離れて手にすればいいんだ。セーブしよう、ほんと早く。でこれでちょっと置いとけばいいわ、こうやって。もうご飯食べたくない、こうやって大丈夫、死なないから絶対。ただあ近づいてきた、大丈夫。もうちょっと変なところで挟まる感じにしとった方がいいかもしれないな。動かないでとかはどうなんだろういろいろ試そう。ちょっと運が良かっただけです。ちょっと放置してたんだけど全然投げてくれなかった、マジで。動かないでは本当に動かんからダメだわこれ却下とりあえず近くにいてにしてみるか。さっき離れててってやったけど、離れててってやったらなんか戦うイメージがあるんだよな。これでちょっと枠の終わって放置してこまった。アングルほら戦っちゃう感じで近くにいてはダメだな、パンチングで倒しちゃう。だからちょっと離れててだな、やっぱり。いや敵が悪いよ、敵がもうちょっといいやつやったらいいかもしれないこんな感じで放置してたら投げてくれるのか。でちょっと離れててだからあれは攻撃しない。投げてくれた、ほんとランダムなんだからある程度こうやって動き回っとった方がいいな。ああこんな感じでいい感じのところでもう投げてくれたもう時間で決まっとんのかな、カレーライスとか。まあ、こんな感じでなんかいろいろ手に入りました。2回目で手に入ったっていうのはありがたいよね。50万で他のもそこそこ高いからいい金策になる。で防御スキルどんな感じ、レベル7の 93% まで上がった。まあ、途中なんかいろいろ食らっちゃったりとかしたからまた変わってるかもしれないけど、早く帰った方がいいよ。ありがとう、ほんとここで別れるとか言っちゃった。まあでも一緒に寝たら次の日も持ち越せるから、なんて言うんだろう、時間が気になる人は一緒に泊まってもよかったかもしれないな。ちょっとやってみる。じゃあちょっと寝てみるわ。お泊まりになってんのかなこれ。隣いる？お泊まりだ。ずっとこれで一緒に行けるじゃん。いいね、すごく。私、気になってることがあるんですけど、この時に外したらどうなるんだろう。このシードマーク。はい。あ、大丈夫だ。誘った後外して他のやつにしても大丈夫。ずっといてくれる。おはようって言ってる。何？話しかける。だから誘う時だけつけるって感じですね。なんか依頼とかも受けれるんだ。なんか受けちゃったんだけど。
かぼちゃの煮付け、いやこれはちょっとまだ作れないからキャンセルしとこう、まあ、こんな感じです。あぶねえ突っ込んじゃった。ご視聴ありがとうございました。失礼します。